麻雀行く前に新宿でたこ焼き食べてから行くと勝ってたんですよ。それでたこ焼きが超好きになって家でも作るようになりました。大学時代に化学を専攻していまして、周りがもうほとんど男の子だったんで、休校とかになるとみんな雀荘に空いた時間で行くんですよ。それにくっついていってる間に覚えちゃって、そこハマりました。もともと多分勝負事みたいのが好きだったんで、勝ち負け白黒はっきりつくじゃないですか。なのでもう負けず嫌い根性でこうバチバチやれるところがすごく楽しかったです。就職して仕事が終わるとフリージャンソーに一人で打ちに行ってたりしてたんですよ。そこで見た雑誌にプロの募集要項を見つけて、あ、ちょっとこれ受けてみようかなと思って、出会いの数がそれまでの人生と比べてこう爆発的に広がったので、すごくこう人間関係が広がったことが良かったなと。麻雀荘のゲストにしょっちゅう3グループを始めましてお邪魔していて、そこに遊びに来てくれる方と麻雀を打ちながらだんだん仲良くなっていくような感じです。今はインターネットがあるんで、自分のブログでコメントのやり取りをしたりですとか、あとミクシー、そういうコミュニティサイトでいろいろお話ししたりすることはすごく多いです。第6回で一度優勝をさせていただいたことがあって、相性が痛いからと思ったんですけれど、その後なかなかちょっと予選で勝ちきれないところがあって、今すっごく嬉しいです。